はい、じゃあこの動画では信じるの式のね、やり方について解説していきたいと思います。信じるは4拍子なんで、1、2、3、4と、まあ基本的な4拍子で振ればいいんだけど、いろいろテンポが変わったりしていくのでね。で、実際は、いろいろ本当にテンポはね、本当に目まぐるしく 変わっていけばいいかなと思ってるんだけど、CD だとね、どっちかっつうと、なんていうんですかね、基本的なね、模範的な歌唱になっているので、そこら辺はあんまり変わってないのね、変わってないので、実際一緒に練習するときにね、いろいろテンポの変化については表示をつけていきたいと思います。はい、じゃあ、実際、CD に合わせてね、やってみますので、参考にしてください。で、左手で伸ばしてるとき、切るとか、左手ね、こっち左手。左手で、1、2、3、切るとか、こうやって指さしたり、アルトとか、ダンシとか、やることがあると思うんですけど、まあ、できたらね、こうやって、男性、アルトさん、ソプラノさんっていうふうにね、できると、まあ、いいかなと思います。まあ、できたらやってみてくださいね。はい、じゃあ CD に合わせてやっていきますので、CD はね、俺に合わせてくれないので、ちょっとずれるかもしれませんので、そこら辺はご了承ください。ここが前奏なんで、静かにね、振ってあげればいいかな。ここのフェルマータのやり方、ちょっとね、今ね、歌が出ます。せーの。さっきの時だけ4分の2拍子になってるからね、実際一緒に練習しましょう。大体いいね。ここもゆっくりなるところだから、ちょっと合わせきれませんでしたけどね。Thank you.
今見てて合わせるの大変だなと思ったら、それはちょっと違って、合わせるんじゃなくて自分にピアノとか歌が合わせてくるわけね。指揮者だからね、指揮者に合わせるからね。今 CD はテンポ変えられないからね、合わせきれませんでしたけど、これは自分でテンポを作っていかなきゃいけないって、逆にまあそれも難しいところなんだけど、自分でテンポを決めなきゃいけないからね。逆に言うと、その自分がこういうふうに歌ってほしいなとか、こういうふうに伴奏してほしいなっていうことができるんで、指揮はそこら辺が面白いところですね。逆に人の、他の人のね、テンポを決めた、この場合他の、よその学校の中学校の合唱部の演奏なんだけど、それに合わせるのは私はちょっと難しかったわけね。なので、そういった意味でいろんなテンポを試してて、自分のとか、あとクラスでね、相談して、ここはもうちょっと早くしようぜとか、そういうふうに相談してて、作り上げる喜びがこの曲にあるかなと思いますんで、頑張ってやってみてください。はい、じゃあ以上です。